ちょっとダボが続いてるんで、ほんまですね、とりあえず、はい、ボギーまでで、そうですね、抑えたいかないと、ね、ボギーペースの52は、うん、届かないですね。え、今何番これ14番、まだまだありますから。あと5ホール。森本さん、はい、この表示は169ヤードと書いてますが、はい、見ていただきました、今日のピンも169ヤードでした。あ、そのまま、はい、そのまま。ただあれ、風とかはどう読んだらいいですか。風は吹いてれば、天気予報の風でいくと今日北東の風なんで、はい、右がちょっと入るアゲンスト、うんうんうん、なんで169、うん、クラブ的にも175ぐらい、ちょっと飛ばへんですもんね今日はね。飛ばないですね、飛ばないですね。だから4ユーか5ユーですね。で今日のピンでいくとほぼ真ん中の、はい、真ん中の真ん中なんで、ど真ん中、はい、ど真ん中なんで、まあそうですね、そんなに何も気にすることはないので、はい、本当距離だけですね、クラブだけですね。これエッジも145やから5ユーでいきましょう。5ユーで、はい、はい、5ユーでお願いします。皆さんごめんなさい、5ユーで。なんか今日クラブ選択俺悩まんでいいわ森本さん選んでくれるから今日はいいです、悩まんでいいですよその分のなんかこの脳の使いはいらんわ。はい、あ、何、下叩いた。あ、下叩いた。まだ良かったけど。もうこの辺叩いたね、今。はい。だいぶ手前でしたね。ね、だいぶ手前やった。はい。力入りすぎました。そうですね。ちょっと。つま先下がり。で、下がっとるね。はい。ピンまで123。123。アゲンスト。130はのクラブはいいかな。130か135。はい。ちょっとまた間やな、これ9番で9番で130から135ですね。じゃあ、じゃあいいっす、9番で9でいきますか。はい、9でいいっすね。はい、おお、いい感じ。ちょっと左やけど乗ってんちゃうかな。どうかな。パターでいけそうなぐらい。左ちょっとギリギリぐらい。はい、はい、大丈夫です。ちょっと左に飛んだな。はい、あるあるやな。ちょっと左飛ぶと結構ね、右に行くと思ったら、ね、こう左に行ってしまうという。はい、まあでもそんな大怪我は、そうですね、大怪我はないでしょう。はい、なく来ましたよ。はい。グリーン乗ってる。ちょっと距離はありますけどね。はい、でもはい。全然。よし、大怪我はしてないぞ。大怪我してないよ。すごいねこれ、見てよ、なんか一回やってみたいけどね。でちょっとね、やってみたいっていう気持ちも湧いてきてんのよ。ね、やってみたいですよね。でも後半やりましょう。だからやってみたいと思ったら入らんよねだからそれがいいかもね、普段普段もうバンカー入れよう、バンカー入れようと思ったら意外と入れへんかもしれん。これね、森本式でいくと、森本式でいくとどうですか、小田さん。だから、はい、もうだから右か左か言ったらこう、そうですよね、こういうことですよね、はい、左が高いですよね。左高いから右に流れていきますよね、はい、そうですね。手前か奥かって言ったら、え、手前か奥かって言ったら、まあ、これあんまないか、あんま変わんないですかね。手前も奥もそんな変わんないですね。はいはい、うん、ってことは、まあとりあえず左は高い、高い、右に曲がっていく。そうですね、どれぐらい曲がるかっていうことですね、ここからで、はい、うわすごい、こっち来たらすごいですよね。そうなんですよ、すごいですね。でね、これさっきのあの2個前のアプローチと一緒なんですけど、はい、こういう状況になったら次どこからパターしたいかなんですよね。なるほど。これ色気出してここに止まったらめっちゃ嫌じゃないですか、はい、次のパター難しいと思います。そうですよ、ね、はい、って考えたらちょっともう右垂れて、はい、こっちからのこういうパター、はい、しゃあないなと思いながら、うん、ライン取りとか打ってもらう。そっちの方がボギーで上がれるっていう確率は高いってことですね。お、うまいよ。入るんちゃう、これ。入って。惜しい。止まって。ストップストップストップ。止まってよ。おー、ナイスパット、ナイスパット。
これいいですね。いやもう最高最高。タッチいいですね。はい、タッチもいいしライン取りも良かった。これやとこれやと、まあ、もうまあこの距離やからいいんで、そうそう、もうちょっとこっち来て もちょっと上りのパターン、まだなんか狙えるっていうことですよね。そうですそうです。はい、ナイスです。あ、ボギーでなんとか。ナイスボギー。あー、1打目考えた。いや、あの1打目からしたらナイスです。いや、でも今のパットは勉強になりました、はい、本当にもちろん入れたいけども、外した場合にどこに外すかっていうことで、ボギーかダボかだいぶ変わってきます。そうなんです。そっか。特にあのちょっとトリッキーなピンの位置は特にそうですよね、うん、こっちに残ったらもう大変ですもんね、次の景色が。やっぱりこれがスコアメイクだ。そう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 、本当に、はい、そうなんです。これをいかにこう普段のプレーで余裕持って考えれるかで、はいはいはい、あの全然変わってくると思いますよね。これがハーフ50の人と45で回る人、だいぶそこは差出てくるかもね。これね、めっちゃトリッキーよね、キャディーさん。これね、あれ真ん中の木ってどれになるんかな。 あれか、ちょっと背の低い木。あの左に見えてる一本松がど真ん中にあります。あ、そうよね、はい、なんかあるね。あの木までが270。あ、じゃあ大丈夫か。ティーショット成功してもね、次あれが引っかかる、あの木がちょっと邪魔になる可能性があるんですけど、僕の飛距離ではそんなに気にしなくていいと思います。でもいいと思います、はい、あの今のオレンジの人ぐらい、はいはいはい、ぐらいの、はいはい、こう落ちていったらいいなっていう、うん、なるほど。置いていい、まだいね、変えてる。今260ぐらいあるよ、ね、女子のプロテストを受けるぐらいの子やったら平気で250、60飛ばす子もいてますもんね。中にはいます ね、はい、もうピンキリですけど、うんね、はい、だから260ぐらい飛ばす子だと、うんうん、もうあの気がちょっと そう引っかかってくるっていうことですね。じゃあだからあの前の方のオレンジの方方面ぐらいで、そうですね、はい、はい、あー右行った。珍しく右行ったっすね。右行ったな。どこまで行くこれ。出すだけみたいな感じやな、昨日根元に。セーフはセーフですけど、ね、はい、どういう感じかな、ちょっと行ってみんと。当たりは悪くなかったんですけど ね、なんか中行ってる、中も行ってんよね。あ、そうなんや。じゃあ次まだ打ちやすいんじゃない、ね、あ、そうですか。なんか根元のところに行ったように、はい、こっからは見えるけど、ね、こっから見えますよね。ずっとこうちょっと左に行ってたじゃないですか。そうですね、だからなんか、はい、ちょっと意識したかもわからない、ね、もしかしたら無意識やけどしたかもしれないですね、はい。まあ、この点多分ティーグラウンドだった時のプレッシャーは結構あると思うんですよね。これもこう出てるし、本当に何でしょう、このコースのメンテナンスももう素晴らしいし、ね、素晴らしいですよね。林の中がもうめっちゃ手入れされてますよね、本当に。あったこれかな。あ、ありました。あ、でもちょっとどうだ、どうなんだ。いや、これはまだもろです。うわ、森本さん、ライが、いや、これ全然大丈夫ですよ。あ、でも、ここの、まあ、はい、この方面、そう、こっちやからね。ですね、はい、ですね、はい、まだ2打目の、でも深ね、ちょっとライが良くないから。なんでこんなライ深いんやろ。これさっきもう出なかったしね。そうですよね、これもユーティリティぐらいですよね。ね、5ユーぐらいかな。さっき、さっき 5やね。5です。まあでも5ユーでいいんじゃないですか。5ユーでいいですかね、はい。うわ、一緒やわ。一緒か、ちょっと厳しいですね。あー、でも OK、 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 出ないな。むずいっすね。ちょっとトップ気味なのはトップ気味なんやけど、いや、思ったより手がないっすね。いや、ちょっと次からちょっと気をつけよう。2回やって2回ともは一緒やもん。そうっすね、ね、あ、手のあるね、あんなすごい、うん、
あんな馬だったらもう8番ぐらいしか出されへんですよね。そうですね、だから結局そっちですか ね、まあ、ちょっと勉強しました。多分もっとね、もちろんヘッドスピードある人とかやったらあれやけど、はい、そうですね。これはちょっと右に池が絡んでくるホールで、あ、ほんまや、まだまだ距離、まだまだ距離はあるんで一回余る感じですよね、はい、バンカーの手前160ぐらいかな、160ぐらい、はい、バンカー方向に打てば、はい、次まあ短いクラブで出るかなみたいな感じですね。もう上げ入れて160でいいですか。そうですね、160でいいと思います。もうちょい打っていいかな、170ぐらいまで打っていいと思います。じゃあまたもう一回合流でいこうかな。そうですね、はいはい、結構上げてるな、うん、ちょっと上げてますけど、Okay. うわ上がった、うん、これは戻されるな。大丈夫です。まあでも、はい、方向としては、はい、ちょっとやっぱりこうやから上がるか。そうですね、ね、はい、まあまあでも、はいはい、もう次狙える距離まで持っていければ、はい、いいんで。ピンまでは130で、130上げ、はい、上げ、はい、で手前ちょっと分かりにくいんですけど、はい、ピンだいたいここだと思ってもらったら、ここにこう尾根があるんですね、はいはい、奥なんですね、ピン位置は、はい、この尾根を超えるのが、はい、ピンマイナス120、はい、それは超えたいですね。そう、120は絶対超えたい、まあ、グリーンもそんなに、ね、転がらないんで、はい、130から135でまたいいんで、はい、ってなると9ですか。9ですね、130から135で。そうですね、はい、さっきのショートの2打目もそうやったから、はい、9でいいと思います。9でいいですかね、はい。いい球やけど、ちょっと左ですね。大丈夫です、乗ってる。大丈夫か、ちょっと左行きましたけど、はい、はい、超えてるかな、超えてない、真ん中ね、うん、まただいぶ距離があります。そうですね、ちょっとこう、尾根越えのパターが残ってるかもしれませんが、はい、スーパットで行きましょう、これは。これまた、またこれちょっと、ゴルフ IQ 試されるパターが残ったかもしれないです。ここはでもあれですよね、こう奥でも OK みたいなグリーンの傾斜多いですよね。多いですね、なるほど、はい、うん、だからいわゆる受け、うん、古いコースなのにこう受けグリーン、受けグリーンじゃないですよね。だから奥でも OK っていうのは、うん、まず初めて回ったらわからないですし、そうですね、こうやって聞いても、うん、やっぱりなんか打てないというか、打てないですね、うん、はい、あんまり奥でも OK っていうコースにあんまり回ってないっていうのもあるし、ね、はい、まあ、あんまり多くはないですけど ね、はい、それはそれで新鮮ですね、うんうんうん、すごいね、うん、うわすごい、ここに落ちて、はい、ちょっとグリーンは柔らかいですね。いやめっちゃ薄いよね。いやこれは攻め応えありますよ。何これ、さあこれは、これは森本さん、はい、なんかこっから、はい、どう見ますか、こう、うん、だから下りのように見えるんですけど、うん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 、正解です。正解ですか。正解です、はい、下りなんやね。あのグリーンの手前のあの木の生え際と、はい、向こうのカメラさんの木見たら、はいはいはい、ですね、ね、こうですよね、だからこう、はい、これ下りのパットやなっていうのがまず見てもらいたいのと、はいはいはい、右左はどうですか。左のが高く見えます、うん、そうですね、若干やっぱり左の方が高い、だから曲がるとしたらスライスなんかなっていう感じですね。全体的な傾斜としては下りのスライスかなっていうか、うん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 、あとは途中人工的な傾斜がもしかしたらあるかもしれへんなっていうのを警戒しながらなんですけど、はい、これでもちょっと大きく見られた方がいいと思います。大きく見ましょう、もっと見た方がいいかも。大きく見ましょう、じゃあ、はい、あの木ぐらいどうですか。そう、あの木ぐらい、はい、行っていいと思います。あとは距離感、距離感。うわ面白い、いや意外と転がると思うねんな、はい、転がります。ただただ行くと思います。感じ、こ
これは弱いか、さすがに。嘘、行かへん。行くんでしょ。もうちょい行け。行かへんのか、難しいですね。こうなるか。難しいですね。これダメですよね、でもね。いや、まあ、これやると3パット。気持ちはもうちょっと行ってほしかったですね。そっか、いや、こんだけ余ったか。2歩ちょっと。はい、頑張る。失礼しました。いえいえ。わかります。あれなかなか打てないですよね、あの景色はね、はいはい、特に一発目はですね、はい、まあ、頑張ってこれを入れればいい。そうですね、はい、入れましょう、はい、同じく下りは下りだと思うので、下りは下りで、はい、スライスドアですよね。ストップ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 。切れんかったですね。あんまり切れない。あんまり切れちょっと強かったか。いやいや、あれ多分今切れてないです。しっかりね。はい。こういうの外すとあかんよ。はい、ね、ゆっくりゆっくりいきましょう。はい。オッケー。やっぱスリーパットやっちゃいました。ということは7ダブルボギーですか。ダブルボギーですか。はい。惜しかったですね。なんとか、やっぱりダボになるか。ちょっと難しかったですね、ファーストパットがね。いや、これはもう全然ファーストパット、やっぱあれの半分ぐらいいかないと。いやあれ気持ちわかるな、でも。打てないですよね。いや打てなかったですね。打てない、あれはなかなか打てない。はい、チャンネル登録お願いします。クールバージョンください。クールバージョン、クールビューティーバージョン3、チャンネル登録お願いします。はい、はい、ね、これが野田秀樹の舞台を経験した。そうそうよ。野田秀樹さんって有名なユーミン社いうすごい劇団を作った人、今でもやってやる、海外でもずっとやってやる、みんな野田マップ言って野田マップ出たい出たい言うて、みんな役者さんはこぞってお願いするっていう、そういう舞台に出てるわけや。すごい。でおかっぱになったわけや。そう、ね、そうで仕事が増えたわけや。野田さんのおかげですよ。森本さん、はい、16番ですよ。名物ですね。16番パー3、はい、ちょっとまずね、はい、まあ、距離はあるの、そうですね、はあるんですけど、はい、見てください、向こうに海が見えて、はい、ね、この景色、これはもうちょっとね、はい、森本さんそんなこと言ってられないんでしょうけど、いやいや、僕たちこのアマチュアもこれを含めて、はい、いやそうですよね、最高です、はい、これを含めて いい方ですね、はい、ここはね。でレギュラーティーで、はい、森本さん、はい、218、はい、今日の実測が215 15、はい、上げてますよ、上げてます、はい、蛍原さん、はい、ドライバーですか。いやほんまに僕ね、今入れてるのがドライバーの次が5番ウッドなんですよ、はい、あ、そうですよね、スプーンちょっと今入れてないんですよ。そうですよね、はい、5番ウッドが、5番ウッドが当たって200ですね。当たって200ですよね、はい、届かないですね。アゲンスト浮いてたら、はい、フロントエッジまでが195なんで、上げてて届かないです、ね、届かないですよね、はい、ドライバーしかないですね、ドライバーしかないですね。おー、パー3でドライバー。はい、かつて私のゴルフ仲間、はい、出川哲郎さんが150ヤードでドライバーで打ってたのを思い出します。それ以来ですか。だからショートホールでドライバー持つのもね、なんかちょっと、いやいやいや、あれかもしれないですけど、いや、ここはもうドライバー持つ方も多いでしょう。はい、あの、まあ、行ってからまたご説明させてもらいますけど、はい、まあ、ドライバー打ってで、はい、仮にオーバーしたとしてもっていうところもあるので、うん、なるほど、はい、っていうそれも含めてのドライバーでお願いしたいです。これ正味この上げも全部入れて、うん、森本さん何ヤード打ったら一番いいぐらいの距離ですか。これ正味ね、はい、200、215、210から215打っても、はい、ピンまで行くかないかかないかなとか思うんですけど、でも上げ入れて それでいいんですか。それでいいです、はい、230も40もいらないです。いらない、はい、落ちてから転がると思うんで、ある程度は、はい、わかりました、はい、じゃあドライバーで、はい、
で、まあ、このホールちょっとこのホールコースにしては珍しく打ち下ろし、はい、打ち上げの打ち下ろしのロケーションになるんで、はい、ちょっと目線がキュンと急に下がるかもしれないんで、フラッグの頭を見るんじゃなくて、はい、ちょっと頭の上の方、はい、奥の木のところになんか目標物取って目線をなるべくまっすぐにして、はい、あのスイングされた方がミスが減ると思います。わかりました、はい、その目線もそうアバイディング時に教わったよ ね、 ね、アバイディングは多かったですね目線がね、はい、大原さんは少ないけど、でもここ唯一ちょっとあるんで、はい、自分の中でとりあえずもうこんなんドライバーでピン目指されへんけど、ある程度の花道ぐらい行けたらいいよね。そうですね、はい、これもドライバーやからってあの軽めに打った方がいいですか、普通にね、はい、分かりました、あの1番ホールの3打目と一緒で、はい、右だ。どうなっちゃうのかなこれ。あの木の後ろぐらいですかね。いやマジか。木の後ろぐらい。木の後ろ行った。どうなるか。どうかな。行ってみて、ね。打てるのか。行ってみて。景色見て。何やねこれ、ちょっと何よ、ちょっと見てこれ何よ、しかも何やね、いやしゃがんだとて、ほんで、ま、前にも木があるやん、何よこれ、えらいとこ来てまいりましたね、こんなんやで、ね、俺こうやでこれどうよ、これこれどうしましょう、どんな感じですか、一回振ってみてください、ちょっと待ってくださいね、はい、えこうですね、木の前には飛びそうですか、前に飛ばします、はい、これで、はい、こうですね、あ、そ、木の方向いてません、大丈夫ですか、木の右行きます、あ、右ね、はい、わかりました、打ちますよ、はい、行きます、はい、OK、 こうなりましたOK、 しょうがないっす、えらいとこ来てもうた、ご苦労様でした、こんなことあるね、ちょっと想定外でしたね、いやー、ほんでまたこれは想定外やった、まあ一応打てますね、打てますね、一応打てます、えらいとこですが、まあ良くないけど、はい、行きます、はい、うわぁ、ダフったか、全然ね、ダメですね、ちょっとダフっちゃったですね、ライブだった、いやちょっとバンカーショットみたいな感じね、ちょっと手前から入ったのもあるけど、はい、これずっと登っていってて、登っていって、はい、まあフックには見えるんですが、はい、そこまでっていうことですか、はい、ここ打ち下ろしのホールだったと思うんですけど、はい、結局グリーンの全体の傾斜っていうのがこういう傾斜なんですね、うん、はいはい、なるほど、あっち高いですよね、なるほど、こっち低いんで、なんで本当に言うとスライスかなっていう読みまであるんですね、そうなんや、はい、だからとはいえね、スライス打ちにくいと思うんですよ、はい、でもまっすぐかちょっとフックでいいかなぐらいの感じで、わかりました、はい、そんな大きくは切れないと思います、はい、タッチですね、タッチですね、はい、うん、いい感じ、強いか、いやいや、いい感じ、入れ、入ってまい、惜しい、いいですね、距離感ナイスです、距離感いいですね、最高、最高です、距離感、距離感、ただな、ただ今のは良かったけどね、あ、ごめん、ケイさん叩いたな、よし、まあでも、はい、よこれで、はい、1,2,5 5ですか、はい、はい、ダボでした、ダボです、はい、ちょっと1ダメ、あの、昨日したんですがね、ごめんなさい、僕も想定外やった、いや、あれはもう、でもあれ、森本さん、どう、はい、どうです、
僕はああやってやりましたけど、まあ、あんな感じですよね。あれしかないですね。で僕はこれドライバーでもいいって思ったのは、はい、その全体傾斜がこう手前から奥に来てるので、はいはい、ドライバーでもし奥行っても、うん、上りのアプローチが残るなって思ってたので、うん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 、仮にドライバーでオーバーしても、はい、そんなに悪い怪我は少ないかなと思って、うんうんうん、それドライバーちょっと進めたんですけど、大きくても最悪大きくてもアプローチもまだ寄せやすいよという、はい、意味で言ったんですけど、ちょっとあれは想定外でしたけど、すいません。いやいやいや、もうでもまあね、まあまあ、はい、これがゴルフですからね。ナイスリカバーです、はい。オッケー、ナイスショー。あー左、うわー、バンカー。あーちょっと右や、うん、ちょっといい感じか。チャンネル登録お願いします。